アワド大使、アワド大使、アワド大使、ヒンディー語、ペルシア語、英語、ナワブ・オブ・アワド、ウードとは、ムガル帝国の北、インド、アワド地方、現在のガンジスガー中流域、ケンウッタル・プラデーシュ州東部を指すの地方長官、つまり大使、ナワブのことである。1801年以降は、アワド藩王国となる。主婦は、ファイザー・バード、ラクナー、 アワドという名前の由来は、ラーマ人誕生の地、アヨーディアに由来し、古来より、数々の王朝が、この肥沃な地を領有した。13世紀以降、デリーするターン、アソの支配下でも重要な地域であり、14世紀末から15世紀末に、かけては一時デリーから独立したジャウンプルするターン、アサが栄えた。16世紀後半以降、アワドは、ムガル帝国の一州となり、 ベンガルと同じように肥沃な土地を持った重要な州として帝国の一部を形成した。なお、この州はバフラン一、ファイザーバード、ハリーラーバード、ゴーラクプル、ラクナウの5県からなっていた。1707年、ムガル皇帝へ、アウラングゼーブの死後、ムガル帝国では反乱が相次ぎ、その広大な領土は徐々に解体されていき、 ニーシャープール出身のイラン系貴族であるアワド大主サーダとアリハーンも、また、帝国に見切りをつけようとしていた。サーダとアリーハーンは、アウラングゼーブの部下の一人で、イランのサファビー町からインドに移住してきた人物でも、あった。1722年、サーダとアリーハーンは、皇帝ムハンマドシャーにより、アワド大主に任命された。彼は、 皇帝ムハンマドシャーからブルハーヌルムルクの称号を与え徴用されていたが、1724年にムガル帝国に見切りをつけてアワドで独立し、事実上この地域は帝国の領土ではなくなった。時点などでは、成立したこの国家を1724年から滅亡した1856年までを一貫してアワドをとしているが、正式に ムガル帝国から独立したのは千八百十九年で、それまでは帝国の主権を認めて皇帝の名で皇家を発行しており、これは千八百十八年まで文献によっては王国とは呼ばない場合もあるので、ここではこの国家は地方政権として扱う。同年には最小のアーサフジャー、ニザームルムルクもデカンのハイダラーバードで独立してニザーム王国を樹立するなど、 ムガル帝国はアワドやハイダラーバードの独立になす術がなく、帝国はその解体に歯止めが効かなかった。1739年、サーダとアリー・ハーンはカルナールの戦いに参加し、デリーでナーディルシャーに捕らえられ、3月19日に監禁されたまま死亡した。サーダとアリー・ハーンの死後、老いのサフダルジャングが大衆位を継承した。 サフダルジャングの知性は農業生産も上がり、アワードが繁栄した時期でもあり、その知性は長い春とも言える時期であった。サフダルジャングは公正な司法制度の組織にも力を入れた。管理の登用に関しては、サーダとアリーハーン同様、ヒンドゥーとムスリムを同様に扱っている。彼の政府における最高位の職は、ヒンドゥー教徒のマハーラージャナワーブラーアイであった。 1748年、ムガル帝国は南下するアフガニスタンのドゥッダーニー・アサに、領土を侵略され、脅かされ、サフダル・ジャングは、皇帝ムハンマド・シャーの要請で、アワド軍を、ムガル帝国軍の援軍とし、帝国の領土からドゥッダーニー・アサ・アフガン軍を退けた、マヌープルの戦い。また、同年4月、ムハンマド・シャーの死後、後を継いだ皇帝アフマド・シャーによって、 サフダルジャングはムガル帝国の最小に任じられた。彼はデリーの領地に邸宅を構え、そこからムガル帝国の宮廷に出資した。これにより、サフダルジャングはアワドの世襲をムガル帝国に認めさせ、アワド地方の支配とその正当性を確立した。だが、1750年代、サフダルジャングは彼を中心とするイラン系貴族と軍務大臣、 ガーズ・イー・ウッティーン・ハーン、フィールーズ・ジャング・二世や、高級監督官、ナワーブ・ジャウド・ハーンといった、トルコ系貴族との争いに巻き込まれた。1752年8月、サフダル・ジャングは、ナワーブ・ジャウド・ハーンを、10月には、ガーズ・イー・ウッティーンを暗殺したが、その息子、ガーズ・イー・ウッティーン、フィーローズ・ジャング・三世などの争いに敗れ、1753年5月13日に、 彼は、最小職を辞して、テートデリーからアワードに引き上げた。1754年10月5日、サフダルジャングは死亡し、息子のシュジャー・ウッタウラが大衆位を継承した。1761年1月、第三次パーニーパットの戦いにおいて、マラーター同盟軍とトゥッダーニー・アサ・ーフガン軍が対決したとき、シュジャー・ウッタウラは、アフガン王。 アフマドシャー・ドゥッダーニーにか方して物資や食料を提供した。シュジャー・ウッタウラはアフガン軍に味方した理由したとしては、父が結んだ協定をマラーターが破り、アワドの広大な領土を奪い、財政的にも圧迫していたからだった。同年、シュジャー・ウッタウラはイギリスに敗れ、アワドに逃げてきたムガル帝国の皇帝シャー・アーラム2世を保護し、 1762年2月15日に彼は、シャー・アーラム二世により、帝国の最小に任じられ。また、1763年末に、イギリス東インド会社と対立し、ベンガルを追われ、アワドに逃げてきた、全ベンガル大主のミール・カーシムも保護し、元の状態に戻れるよう援助を約束した。こうして、ムガル皇帝、シャー・アーラム二世、アワド大主シュジャー・ウッタウラ、 全ベンガル大使ミール・カーシムの間に三者同盟が結成された。三者はまずミール・カーシムのためにベンガルを取り戻すことを決定し、1764年10月23日三者、連合軍4万はビファールとアワドの境にあるブクサールで、イギリス東インド会社の軍7戦と改戦したブクサールの戦い。しかし、この戦いは実際のところアワド大使の軍と、 イギリス東インド会社軍との戦いであり、戦いは1日で終結し、結果はイギリスの圧勝であった。その後、イギリスはアワド大使、シュジャー・ウッタウラにミール・カーシムをトライさせ投獄し、翌1765年8月16日にイギリスは戦後処理としてアラー・ハーバード条約を締結した。アワド大使、シュジャー・ウッタウラはこの条約においてアラー・ハーバードと コラーの年額280万ルピーの価値のある土地を会社に割譲し、イギリスはこれらの領土を皇帝シャー・アーラム二世に得た。また、イギリスはアワドに賠償金500万ルピーを貸し、これと同時にアワドの崩壊が始まった。1764年の敗戦以降、アワドは次第にイギリスに従属するようになっていき、1772年に、 マラーター勢力がアワードの保護していたローヒルカンド地方を侵略し、アワード大主、シュジャー・ウッタウラはイギリス東インド会社に援助を求めた。ローヒルカンドとは、ケンウッタル・プラデーシュ州北西部のことで、ムガル帝国の皇帝へ、アウラングゼーブの死後、アフガン系ローヒラー族が支配していたためこう呼ばれ、ローヒラー族はマラーターの侵入の撃退のためにアードと協定を結び、 その撃退の代償として400万ルピーの支払いを約束していた。こうして1773年9月7日、アワドとイギリスの間にバーラーナシー条約、ペナレス条約が締結され、アワド領にイギリス東インド会社の軍隊が駐留することとなり、その費用月額21万ルピーはすべてアワド側の負担とされた。このバーラーナシー条約はイギリスが 半王国化する際の条約と似たものであり、1773年がアワドの半王国化した年とする場合もある、1801年の軍事保護条約で半王国化したとされている。その後、アワドはイギリスの援助により、マラーター勢力をローヒルカンドから駆逐したが、ローヒラー族は約束された支払いの履行に応じなかったため、1774年に、 アワドはイギリスの援助の下、ロヒルカンドに侵略し、ローヒルカンドのほぼ全域をアワド領に併合したローヒラー戦争。アワドが徐々にイギリスに従属していく中、1775年1月26日にシュジャー・ウッタウラは死亡した。シュジャー・ウッタウラの死後、息子のアーサフ・ウッタウラが大衆院を継承した。彼はアワドのタルラクナウの建設にかかり、 1781年にファイザーバードからラクナウに遷とした。アーサフータウラはアワードの王宮、市街地、ルーミーダルワーザーといったトルコモン、シーや派の記念館、バーライマームバーラを建造するなど、シンとラクナウに独自のイスラーム文化を取り入れ、ラクナウは素晴らしい都市となったアワドの君主は様々な文化を保護したため、 アワドでは独自のイスラーム文化が培われ、働き口がなくなったムガル帝国の画家をよく雇用して、アウラングゼー部の地政に衰退したムガル絵画の教も行われ、ムガル帝国の様々な絵画が主体となった。また、イギリスから流入しもたらされたヨーロッパ風の絵画もアワドでは大いに受け入れられ、後の君主のたちは、西洋風の肖像画を描かせている。 アーサフータウラもムガル絵画にとても理解を示し、彼はベンガル総督にいくつかのムガル絵画を献上している。アワドは衰退したムガル帝国の後を継ぎ、アワドのムガル時代と言われるような素晴らしい文化が作り上げられ、ムガル帝国の首都デリーを凌駕する繁栄だった。1797年9月21日、アーサフータウラは死亡し、息子、 ワズイール・アリー・ハーンが大衆院を継承した。だが、ワズイール・アリー・ハーンはラクナウのイギリス駐在官らと、すぐさま、不仲となって公然と反抗するようになった。これに対し、イギリス側は、宮廷の派閥艦隊率を利用し、その範囲を企てた。1798年1月21日。 ワズイール・アリー・ハーンはイギリスによって敗位され、アーサフ・ウッタウラの弟のサーダとアリー・ハーン二世が大衆位に据えられた。サーダとアリー・ハーン二世は大衆位を手にしたものの、父・シュジャー・ウッタウラの時代からのイギリス軍の駐留費は増額され続けており、彼の代にその滞納額は莫大な額となっていた。アワドの情勢は危機に瀕するところとなった。このため、 1801年11月10日に、サーダとアリーハーン2世は、イギリスと軍事保護条約を締結させられた。この条約では、イギリスの保護軍を増強させる代わり、ナワーブの軍隊を事実上解体させ、イギリスはアワードの好きな場所に軍隊を駐屯させる権利が与えられた。また、アワード側は駐留費の滞納を理由に、イギリスにアワードの 約半分の領土をイギリスに割上させられることとなった。この時、割上されたのは、ローヒルカンド地方、アラーハーバード、ファルハーバード、ファテーガル、カーンプル、ゴーラクプル、アーザムガルなどの都市を含んだシタドアーブ地方など、アワードの中心地から東西にかけての肥沃な土地であった。アワードはこれによりかつてない厳収に苦しみ、結果的に、 地方王族であるタールクダールへの依存を強めた。こうして、アワドはイギリスに従属する、藩王国となった、アワド藩王国。1818 18年10月19日、アワド大使ガーズ・イー・ウッティーン・ハイダルシャーは、アワドを、パドシャ、イー・アワドを戦し、自らのなで貨幣を鋳造するようになった。翌1819年10月8日には、 ムガル帝国から正式に独立を宣言して、アワド王国となった。しかし、当然ながら、イギリスに従属する反王国であることに変わりはなく、かねてからの莫大な駐留費の支払いから、財政窮乏を招いていた。その上、19世紀になると、反王は贅沢三前に明け暮れ、宮廷に引きこもって、文芸、音楽、舞踊などの洗練された、豪華な趣味に没頭し続けた。 農村は荒廃し、それらを管轄する、はずのタールクダールも、土地をめぐり、中央の命令を無視して、武装拡挙するなどしたため、王権は衰退した。1856年1月、インド総督のダルフージーは、藩王の堕落、内政貧乱、いわゆる悪政、統治能力なしを理由に、アワド藩王国の内政権をすべて、イギリスに移譲するように迫った。だが、 アワード側は拒否したため、彼はアワード藩王国を併合することを決定した。こうして、同年2月7日に、最後の藩王ワージド・アリーシャーは退位させられ、2月13日にアワード藩王国は正式に英領に併合された。ワージド・アリーシャーはカルカッタへ強制送還された後、そこで年金受領者として暮らし、1887年9月1日に死亡した。 こうして、11代134年続いた、アワドのナワーブ王朝はその歴史に幕を閉じ、全住民はイギリスの管理下に置かれることとなった。ダルフージーは併合後、アワドが穏やかに声明を発し、主権が半王からイギリスに移ったことを宣言した。そして、イギリス領に直轄化されたことにより、アワド半王国領はアワド州となり、行政、司法、 調税を自由に行えるようになった。反王国の行政機構と軍隊が解体されたことにより何千人もの貴族、役人、軍の将校が職業を失った。それらの従者や兵士も同様に職業を失い、ほとんどの農民の世帯に失業問題が襲いかかる決となった。また、反王国の宮廷や貴族を顧客にしていた商人や、 手工業者も生活する術を失った。イギリスはアワードを直轄化するにあたり、反王国内のタールクダールの土地を募集した。その数は大小合わせて二万千人に上り、彼らは失った土地の回復を求めるようになって、イギリスにとっては統治の上で脅威となった。さらに、一般民衆はアワドン王国が統治した時代よりも、さらに高額の地層をイギリスから課せられた。 地層以外にも食料品、住居、渡し船、アヘン、司法など多岐にわたって新たな税が課せられ、彼らにとってはむしろ、反王国統治時代の方が、イギリス統治に比べてはるかにましであった。アワドからは、シパーヒー、インド人傭兵、セポイともが数多く出ており、事実アワド出身のシパーヒーは、ベンガルパンクのシパーヒーの3分の1は、アワドの出身者で占められていた。 その数はおよそ7万5千人に及び、アワドン王国の理不尽な併合に関しては彼らの大半を激怒させた。19世紀、インドはイギリスの植民地と化し、シパーヒーはインド各地の征服活動に従事していが、それでも国家や地域に対するナショナリティまでは失われていなかった。ン王国の併合はイギリス軍内部にも不満を持たせる結果となってしまった。 1857年5月10日、シッパーヒーがデリー近郊のメイラトの町で反乱を起こし、翌11日にデリーに入場して、ムガル帝国の統治復活を宣言した。このインド大反乱が起きると、イギリスによる前年の併合に不満だったアワドのシッパーヒーもすぐさま呼応し、アワドの民衆、貴族タ、タールクダールも巻き込み、ラクナウをはじめアワドは、 大反乱における最大の激戦地となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。